令和3年、10月21日、乗鞍満喫です。今、朝6時半です。ようやく晴れまして、初冠雪、乗鞍岳の初冠雪が、見られました。19日のですね、2日前の19日の午後から、雪が降り始めまして、昨日は一日中雲にかかってました。ようやく2日目になって、山が見えました。一面真っ白ですね。昨年が確か、10月18日でしたので、まあ約、3日遅れで、初冠雪を見ることができました。今若干ですね、雲が、太陽が出る方向がですね、雲かかってきて、照度がいろいろ、明るさがですね、急変しております。まあでも無事にですね、初冠雪を見ることできました。もう少し拡大してみますかね。はい、以上、乗鞍満喫でした。初冠雪情報でした。